はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、サラセニアの枯葉の除去をしながら、少し枯葉の除去についてのお話と、あと、私事なんですけれども、チャンネル登録者がね、なんと1000人突破いたしましたので、そちらについて少し雑談ベースでお話をしていこうかなと思います。今回はちょっとアフレコ形式で皆さんにお届けをしていこうかなと思います。まずサラセニアのこの枯葉の除去のお話なんですけれど、ちょうどね、多分1年前ぐらいに私サラセニアのこの枯葉の除去の話したんですけれども、一応春先を迎えるにあたって、枯葉をきれいにしてあげて、基本的には春の成長シーズンを迎えるっていうことを、よくサラセニアと、あとハエトリソウですねではします。サラセニアってこう冬の間は休眠してて、こんな風に枯葉がねだんだん増えてくるんですけれど、一応これ残しといても別に とっても害があるわけではないんですけれど、大きい株になってくるとやっぱりね、ここまで枯葉残っちゃうとちょっと成長に支障出ちゃうかなっていうのもあるので、気をつけてカットしてみてください。で、今これですね、中身の虫を見てるんでちょっと閲覧注意です。ちょっとグロッキーですね。一番上はカメムシで、下はハエさんかな。ちょっとカビも生えちゃってますね。私はね、多分食虫植物の中でダントツで一番虫を捕まえる力が高いのはきっとサラセニアだと思ってます。すごい、この子たちめちゃくちゃ虫捕まえますからね、ほんとすごいなって思うんですけれど、一応このカットの仕方としては、一応ね、こうなんで中途半端なところで切ってるかっていうと、少しこう緑とか赤っぽいところは残すようにしております。枯れてるところだけカットすることで、少しでも、葉緑素ですか、光合成に必要な場所を少しでも残しておこうっていうところで、一応全部はカットしません。だからね、枯れてる部分だけこういう風にカットして、で、切ったやつって、そのうちね、成長シーズンになってきたらだんだん枯れてポロって勝手に取れてくれると思うので、そういうの待ってからでもいいのかなっては思います。と、こんな感じでサラセニアについてはこんな感じかなと。なので、まだね、枯葉除去してない方はぜひこの後枯葉除去してあげてみてください。植え替えとかもちょうどいいタイミングなので、もし植え替えしてない方もぜひこのタイミングにね、植え替えしてみるといいと思います。はい、じゃあちょっとチャンネル登録者の話なんですけれども、いつも動画を見てくださってる方本当にありがとうございます。いや、チャンネル登録1000人ってすごいんですよ。皆さんが見てる YouTuber の方ってきっともう万とかの単位だと思うんですけれど、ああいう方々はもう結構次元が違うと思ってて、1000人って言ってもチャンネルを持ってる全体の中でも上位 15% ぐらいらしいです。それぐらい狭き門なんだなぁと。私 15% にいる実感全くないですけれど、実際ね、活動してないチャンネルとかもあって、そういうの込みでも 15% ってことだと思うんですけれど、でもやっぱり1年間やってきてよかったなってすごく思っております。で、私自身も YouTube 結構見るんですけれど、チャンネル登録2人とかのチャンネルを登録しようっていう勇気って結構ないと思うんですよね。最初の2、3人とかは、ちょっと私の、知り合いのアカウントだったりもするんですけれど、でも言うて10人からでもね、登録してくれるっていうのは本当にありがたいことですし、なかなかね、そういうのを登録しようって勇気もないと思うんですよ。で、あとはこの人いつ動画投稿終わるかなとかって思ってる人ももしかしたらいたかもしれないですね。私のこう、なんでしょう、才能というか私別に何かをすごくおしゃれにしたりとかあんまりできないんですけれど、私に特技っていうのはあんまりないんですけれど、
まあ、強いて言えばこう何か続けることっていうのは結構私の中では大事にしたいなって思ってることで、もう毎日ルーティン決めてこの時間はこうしようああしようって意外とやってたりします。まああんまりね内容とか面白くないかもしれないんですけれど、定期的にね投稿することで、まあ、少しでもあ今日もこの人の動画見ようってなんか視聴者の方もねルーティンになってくれると、まあ、いいのかなと思ったり、まあ、あとはこのコンテンツをねコンスタントに投稿してる方ってなかなかいないと思うので、まあ、ちょっとこういうコンテンツ見たいなっていうのを、まあ、少しでも皆さんにお届けできたらなと思って動画投稿してまいりました。まあね1000人はあくまでスタートだと思うので、ここからどんどん頑張って動画投稿を続けていって、まあ、皆さんに少しでもこう植物の魅力を伝えられたらなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。ということで、もう枯葉の除去がそろそろ終わりそうです。はい、ということでこんな感じでカットしていきました。まあ、一応サラセニアはこんな風にカットしてあげるとね、春先成長の邪魔にならなくて済んだりするので、まあ、よくこんな風なこう管理をしたりします。まあ、ちょっと植え込みが下手な子とかもいたので本当は植え替えたいんですけれど、もうちょっとどうしようかなって今迷い中です。まあ、サラセニアのね冬の越し方とかは、まあ、一応ハエトリソウとほぼ同じような感じで外で休眠させてあげると、まあ、こんな風にちょっと枯れ葉がたくさん出てきて成長がねストップします。で、まあ、生きてるかどうかの見分け方というかなんですけれど、まあ、一応バルブって言われるこのこっちがバルブ、この目の部分とかが触ってグジュグジュしてなければ一応生きてたりします。で、色がちゃんとねこう赤かったりするかなしてると、まあ、大体生きてるので、まあ、あんまり気にしすぎず育ててあげていただけるといいのかなって感じです。はい、ということで今回の動画はちょっとアフレコになっちゃったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、サラセニアのねこの枯葉の管理としてこういう風にチョキチョキしてあげると春先ね成長の邪魔になんなくて済んだりするので、まあ、よかったらこういう管理してみてください。まあ、結構栽培場なんかね全部バッツリもう緑のところとか関係なく切っちゃったりしてるんですけれど、まあ、そういう管理でもいいっちゃいいんですけれど、まあ、一応ね私はこう少しでも成長の助けになればなと思ってこんな風な管理をしております。ちょっとサラセニア詳しくないんですけれども、ちょっとでも参考になった方はぜひ高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。